半田笹のパンチラフライデー。この番組はメッセ奥戸の提供でお送りします。毎週気になるお店や地域のイベントをちらっと紹介するパンチラフライデー。こんばんは、半田笹です。深井陽介です。先週なんとこの番組100回目の放送だったじゃないですか、うん、はい、ね、タコノシンさん、はい、前の MC のタコノシンさんが来てくれて、まあ、3人で盛り上がりまして。そうですね、はい、いかがでしたか。いや、先輩そして上司、はい、であるタコノシンさんがいる、はい、いてすごい緊張しちゃいましたね。緊張しちゃいました、はい、そうですよね。なんかあのいつもの深井さんじゃなかった気がします。そう、うん、はい、自分でもそう思います。ですか、はい、今日はもうあれですよ、やりたい放題の20分なん で、すごい今軽い気持ちで来れました、はいはい、これ深井あの名前変えてみますか、タイトルコールも。あ、ちょっと読んでもいいですか。あ、いいですよ、いいですよ。深井陽介のパンチラフライデー。あ、エコー入れますね。あ、もうエコー入れます。もう、はい、もう一回お願いします。もう一回、はい、深井陽介のパンチラフライデー。すいませんちょっと深夜寄りになって気持ちいい、気持ちいい、これエコー気持ちいいですよね。いい、確かにエコーは気持ちいい。半田さんまた遅刻してもらっても僕いつでも。いや、ちょっと聞いてください。そうそうそう、私夕方いつも毎週金曜日あの立石駅でですね、あの、はい、お悩み、はい、街行く人にお悩みを聞いてるんですけど、はい、今日ちょっと聞いた方に、あ、すいません、葛飾 FM のパンチラフライデーなんですけどって言ったら、あ、その番組知ってるよ、遅刻してましたよねって言われましたよ。その回を聞かれちゃったんですね。そう、たまたまその回を聞いてて、いやもうしません。まあ、そういうわけですね、年末ですよ、はい、ね、なんかあれですよね、葛飾 FM のスタッフさんとかも今日この後忘年会があるとか言って。深井さんは忘年会あるんですか。そうですね、僕も実は今日、はい、この収録の終わった後に忘年会に行きます、はい、あ、だから楽しそうなんですね。そうですね、今日ね、なんかね、いつもよりちょっとね、なんか上がってますよね、気持ち。そうですね、うんうん、明日休みの上に飲みに行けるっていうこの気持ち分かってくれると思います。最高だ。お酒強いんですか。いや、弱いんですよ。だからこそ、うん、すぐその楽しくなっちゃう。あ、結構一杯目からもいける感じで、はい、あ、何飲むんですか。まあ、本当にビールであったり、うんうん、ウーロンハイ、はいはい、ビール、はい、ウーロンハイ、ハイボール、ハイボール、はい、一応いろいろいけるんですね。そうですね、ちゃんぽんしていく感じです、うん、今まであのお酒の失敗とかありますか。いや、うふふって、いや、思い出しただけでなんかいろいろあるんですけど。いろいろありそうだな、聞きたいな。だけど時間がない。あ、残念。また機会があったら教えてください。はい、それでは笹の街角相談室行ってみたいと思います。このコーナーは葛飾の街の人のお悩みを私が聞いて葛飾区をすっきりさせるコーナーです。お悩みを聞いて私とじゃんけんします、はい、じゃんけんに勝ちましたらお悩みの答えを、負けたら罵ります、はい、では街の方のお悩み聞いてきましたので模様聞いてください、どうぞ。笑顔の素敵なお兄さんを見つけました。よく言うわ。こんにちは。こんにちは。よく言うわ。よく言うわ。ツッコミありがとうございます、はい。ちなみに今日はお買い物ですか。今日はあの、はい、あのジュースを飲んでけ、もしくはたこ焼きを買ってけという命令ですね。はい、すごいですよね、はい。たこ焼きのいい香りが、はい。ちょっと後でご馳走してくださいね。あ、任せてください。やった。そうしないとちゃんと金をつかないと怒られちゃうんで。はい、あの突然なんですけど、はい、お兄さんのお悩みとかあったら教えてもらってもいいですか。悩みですか、はい、あ、今間がありましたね。悩み、何でしたっけ、はい、僕の悩み、悩み、はい、はい、あります。うちの妻が、はい、あの僕のことをこき使うんですよ。あ、ご結婚されてるんですね、はい、こう見て、はい、こき使う、はい、あれやってこれやって、はい、うん、あれやってこれやってこれやってないじゃん、はい、あれやってないじゃん、はい、おー、なるほど、はい、頼りに
されちゃうってことですね。いや違いますね。お世話係としてあの、はい、1月1日に毎年1年契約だと、はい、で333円をもらうんです。なんかあれプロ野球選手みたいですね、はい、年俸。いや僕年俸300円台なんで、はいはい、なるほどね、はい、じゃあ300円台でいろいろこき使われてしまうのがお悩みということで、はいはい、うん、うん、あの切ないかなってぐらいですね、はい、そうですね、ちょっと金額安そうな気がする。じゃあその300円を500円にするために今から私とじゃんけんしてもらえませんか。はい、わかりました。勝ったらアドバイス、負けたら罵られる。罵られる。僕はあの負ける方に期待しますド M なんで、はい、ド M なんで、はい、それではじゃんけん最初はグーでいきます、はいはい、せーの、最初はグー、じゃんけんパー。ほらやっぱりねって待っちゃった。じゃあ罵らせていただきます、はい。あ、一つその前によろしいですか。はい、逆切りしても大丈夫ですか。逆切り嘘です。嘘、はい、じゃあ優しめ、優しめでね、はい、いやいや、どぎつきいきましょう、はいはい、それでは、いきます。はい、どうぞ。うちのトイレも掃除して任しとけ。はい、むしろ家で入って大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ほんとド M なんですね。いや、めっちゃド S って言われてます。他では。そうなんですか、はい、あ、昼と夜じゃ違うんですね。いや、昼と夜ではないです。家かすとかで違います。ありがとうございました。じゃあ、やらせかって思うぐらいノリのいい方を捕まえましたね。すごく陽気でしたね。本当にあれ、お酒入ってない方ですよね多分ね。あ、入ってました。あ、そうですよね。いやー、じわじわ来ますねこのコーナーね。いまだにまだクレームは来てないということでね。なんだこのコーナーはっていうのまだ来てないそうです。もう一個いきますか。はい、じゃあ二つ目聞いてください。こんばんは。こんばんは。どうも、すみません、お仕事帰りですか。あ、仕事帰りですよ、はい、お声かけさせてもらいました。どうも。いやいや、あのですね、はい、いきなりなんですけど、ね、お悩みを聞いてもよろしいでしょうか。う、悩みだらけの人生なんですけどね。そんなにたくさんあるんですか、どうしようかと、その中から今日は絞って一つお願いします。ないんですよね、なかなかこの機会が。おっぱいを触る機会が、機会もないですしね。そこから下のところを触る機会もなくてですね、はい、このまま男としての人生が終わってしまうのが、はい、寂しいので、はい、なんとかならないかと思ってますけど、ちょっと失礼ですけど、はい、今彼女さんとか奥様とかは。奥さんはいますけど。奥さんいるんじゃないですか。でもないんですよ、もう全然。このくらいご無沙汰なんですか。もうですね、5年ぐらいないんですね。5年、結構あれですね、はい、長いですね。長いですね。それじゃあ、そのお悩み、私がすべて引き受けます、はい、受け入れていただける。はい、じゃんけんをして、私が勝ちましたらアドバイス、負けましたら、はい、この立石の商店街で罵らせていただきます。ああ、そういうシステム、はい、はい、それではいきます。せーの、はい、最初はグー、じゃんけんパ、あ、負けた、あ、負けた、私勝ってしまいました。負けて嬉しいのかな、これは。罵られたかったのでお願いします。ド M さん見つけちゃいましたね。それでは、はい、いきます、はい、男なら黙ってまたがれ舐め尽くせ。多分あの奥さんね、はい、奥様もムラムラしてると思うんですよね。どうですかね、はいはい、そこはちょっとご主人のテクで、はい、奥様をその気にさせて、はい、素敵な夜の営みやってください。あ、ですか、はい、はい、頑張ってみたいと思います。はい、舐めて臭かったらどうしますか。お風呂一緒に入ればいいじゃないですか。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。スタジオね、ちょっと笑いすぎですからね。ちょっとこう最初からちょっとおかしいですよね。そういうシステムになってるんですかっていうのと、なんか私が全て受け入れますみたいな、なんかちょっとお店っぽくなっちゃいましたけどね。どうですかこれ。事前に料金説明してたんじゃないかみたいな。してない。いやでもね、なんか M っぽい方が多いですね。あ、でも男性ってそう多いんじゃないんですかね、まあ、立ち止まってね、お悩みを言ってくれる時点で、うん、まあ、そういう方が多いのかなと思うんですけどね。あ、どうなりましたかね、この方のその日の夜が気になりますよね。久しぶり、5年ぶりに触ってるんじゃないですか。5年ぶりにね、まだ6時だからね、早いんですけど、下ネタがいっぱいありましたね。はい、そういうわけで、立石の街でお悩みを聞いてますので、これからもすっきり、あ、一度ロケとかね、一緒にそろそろ深井さんも、はい、はい、参加してください。
それではここで一曲、 DJ ササビズアイランダーズでサンタが街にやってくる。マノフリートーク。私の苦手なコーナーがやってまいりました。このコーナーはフリートークの苦手な私ファンダササが達人になるためあがきもがくスパルタのコーナーです。もうこのね曲を聞くとゾクゾクしてきますね。リスナーの皆さんからキーワードを募集して、そのキーワードを会話の中に入れてフリートークをしていくコーナーなんですけど、先週お休みでしたもんね、このコーナーが、そうですね、はい、久しぶりだな。ちょっと緊張していますが行ってみたいと思います。今日はラジオネーム Y さんとツンゲボルグさん、お二人がね同じキーワードを送ってくれました。クリスマス。そしてラジオネームカズさんが送ってくれました。トコナツ。全く真逆じゃないですか。行きたいと思います。それではスタート。深井くん、何笑ってんの深井くん。はいってもう深井くんの方が先輩なんだからね、敬語じゃなくていいんだよ。ねえねえ、もうすぐクリスマスだけどどうする？どうするって？え何、私たちの初めてのクリスマスなんだからどうする？二人で入れればいいんじゃないのかな。素敵。そうだよね、二人でいれば綺麗なイルミネーションも美味しいチキンもケーキもいらないんだよね。すごい、私深井くんとならずっと一緒にいれそう。来年も春も夏も常夏もずっと一緒にいれそう。ねえねえ、夏はどこ行く？常夏はどこ行く？海行く？終わりです。判定お願いします。ねえ、常夏って私使ったことないんじゃないかな、人生で。多分常に夏ってことでしょ。漢字で言うとですよ。どういうことですか、暑いってこと？なんでダメでした？常夏はどうすればいいの？どうやって使うんですか常夏って？どこどこは常夏だよねとか。ほい。どういうこと？どういうこと？常夏だよね。場所？場所が？あ、ハワイは常夏だよねとか。常に暑いところのこと。常夏な心に行きたいよね。へえ。
笑いすぎでしょ、なんかあったんですか2人とも。はい、ごめんなさい、頑張ります。次いきます、次頑張ります。続いてラジオネーム川島さんが送ってくれました、宝くじ。そしてラジオネーム深井さんが送ってくれたキーワード、忘年会。これあなたたちですよね。ねえ、あ、今日リクエスト来なかったんですか、あんまり。そんなことないですか。宝くじと忘年会を使ったフリートークしていきたいと思います。それではスタート。いやー、宝くじですよ。サマージャンボとかね、はい、年末とかいろいろありますけどね、まさに今、うん、年末ジャンボ、しかも今日までですよ。12月19日が最終発売日で、うん、私毎年、まあ、ワンセットっていうんですかね、10枚買ってるんですけど、今年ねまだ買えてなくて、でまあ朝テレビ見てましたら、もう今日が最終日ですっていうので慌ててね、立石駅で買おうと思ったら売り切れました。日本の国民は、はい、選挙みたいになっちゃった。日本の国民はもうみんな買ってるんですよ、宝くじをね。本当にだって今年はあれですよ、結構当たるんですよね。190本でしたっけ、なんかいつもより金額は下げたのがたくさん出るようになっててですね、本当にみんな買ってるわけなんですけど、まあまあやっぱりね、年末だから忘年会とか行くと宝くじの話題もね話になるじゃないですか。買った買った買った、買ってない、はい、当たったら何する、家買う車買うとかね、みんなやったら現実的な会話が始まるわけですよ。仕事は辞めるかなとかね、当たってもないくせにそういう話で盛り上がっちゃうんですよね。それが忘年会です。嫌なこと忘れて来年も頑張りましょう。もうはい、お願いします。またありがとうございます。どこがツボだったんですか。さらっと言ったところがいいです。さらっと1回目の忘年会っていうこと。今までは言うぞ言うぞみたいなあのためがありましたからね。さらっと言いましたよ。勢いもありましたね、はい、ありがとうございます。いやでも本当に宝くじ買えなくて、私立石行ったら買えるだろうと思ったらなくて、ちょっとこの後ね私新宿とか出るので探していきたいと思うんですけど、まあ、このコーナー皆さんからのフリートークのキーワードをお待ちしております。宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。続いてメッセ送るインフォメーション、はい、お願いします。はい、インフォメーションでございます。本日、パチスロ必勝本のサイクロンという取材になっております。そして12月24日新装開店、今年最後の新装開店となります。パチンコに CR リング運命の日 FPF を4台、 CR 地獄先生ヌーベ FPW を1台、スロットコーナーにはバジリスク2を4台導入いたしますので、今年最後までメッセ奥土店よろしくお願いいたします。年末年始はお店はお休みとかはないんですか。ございません。通常通り、はい、通常通り営業しております。ぜひぜひ皆さん深井さんに会いに行くっていうのもねいいですよね。遊びに行ってください。お願いします。私はですね、すいません、近日メッセ三鷹店さんでイベントがございます、うんうん、こちら大人の事情でですね、何月何日っていう詳しいことはちょっと言えないので、近日明日本日っていうお知らせをしていきますので、皆さん私のブログやツイッターをちょっとこまめにチェックしてもらえたら嬉しいです。サインですとか撮影タイムとかいろいろありますので、ぜひ遊びに来てください。そして12月21日アビコめぐみさん DJ ササさんと一緒にライブがあります。こちら横浜市鶴見区にあります沖縄ダイニングでやりますので、歌ですよ。はい、ちょっと盛り上げていきたいと思います。そして26日はキャットファイトがございます。今日衣装を買って万全の体制で、はい、ちなみに衣装って聞くとやっぱやらしいイメージありますかね。はい、はい、期待しててください皆さん、すごいの買っちゃいました。さあ、そういうわけで来週はですね、なんとまたあの方とあの方が来てくださいます。歴代の MC スペシャルとなっておりますので、年末最後の放送ですかね、来週はちょっと4人でまた盛り上がっていきたいんですけど、深井さんがまたおとなしくなってしまうんじゃない
ちょっと心配してありますけど、皆さんぜひ聞いてくださいね。それではお相手は半田笹と深井陽介でした。また来週、バイバイ。バイバイ。どっか分かんなくなっちゃいました。この番組はメッセ北斗の提供でお送りしました。パンチラフライデー番外編でーす、はい、来週はほらタコノシンさんとメッセ三鷹店の上村さんが来るのでっていうお知らせをしたじゃないですか。実はね、先週収録をしたんですよね、はいはい、なので、まあ、実際に言うと生だと今日が最後っていうか今年最後ですよね。なんか私さっきの生放送ちょっとやりきった感が出てしまってすっかりこの反省会のことを忘れてまして、ね、危ない、帰りそうになりましたね。そしたらディレクターさんがじゃあそろそろやりますかって言うから、え、何の話え、何やんですかって聞きそうになりましたけど、まだ見ててくれてる方がねいるみたい、ありがとうございます。いや深井さん、はい、この後忘年会ですよね。そうなんですよ。いいですね。そうす、もう行きたくてしょうがなくて、はい、さっきの、はい、そのメッセ奥の提供っていう言葉、はい、すっ飛んでました。最後のクレジットですね、はい、一番大事なそうそうそう、ちゃんと会社のアピールしていかないといけないはずなのに、はい、全く抜けてました。でも大丈夫ですよ、深井さんの会社ですもん。大丈夫ですかね。はい、私がこれ言い忘れてたんだったら問題ですけど大丈夫ですよ。さあ今日はですね101回目放送ね、うん、ということでメールがいっぱいありがとうございます。ちょっと番組中読めなかったので、あ、そうだ、名古屋のゆうちゃんからは、名古屋は大雪で大変でした、うん、20センチ以上積もって朝会社へ行くのも一苦労でしたよ、うん、大変ですね。20センチか、大寒波ってやつ。もう歩くのに足ほんと上げないといけない。降ったやつがねまた溶けて凍って、うん、皆さん気をつけてください、通勤通学。そしてカカさんありがとうございます、午前中気になっていた CR ジューシーハニー打ってきました。 ありがとうございます。なんか結構打ってくれてる人多いみたいなんですけど、なかなかササちゃんが出てこないよって言われるんですけど
そうなんだ。女優さんね、ほら20人いますからね、うんうんうん、私が出るまで頑張って頑張ってください。もうボーナス全部つぎ込んでください。はい。ありがとうございます。メールいっぱいだ。あ、65おじさん、ライブ楽しみにありがとうございます。そしてウミガメさん、あ、ちょうど1年前の放送開始の画像をね、私のブログを見てくれたみたいで、葛飾 FM の建物をプレハブと言っていたのを思い出しました。今すごい綺麗ですからね、もう汚せないぐらい綺麗ですよ。そしてラジオネームメガリンさんです。生でのパンチラは今日が最後になりましたね、今年ですね。思い起こせば私の誕生日に笹ちゃんとお話できたのがとてもいい思い出です。そして、笹ちゃん本人に会いに行けたこともありがとうございます。皆さん今年一番印象深いエピソードとかありますでしょうか。深井さん、今年一番楽しかったこと、とか、今年一番、はい、そうですね、僕富士山登ってきて、まあ、ご来光を見てきたところが今年一番の印象に残ったところですかね。登ったんですね。何月ですか、夏。7月の末頃ですね。それはもう何度も登ってるような友達と一緒にとかですか。いえ、みんなで今まで登ったことないから、うん、まあ世界遺産に登録されてとかで、うんうんうん、まあ騒がれてたじゃないですか、はあ、まあ、日本人として1回ぐらいはってところで、うん、登りに行ったんですね。全員初めての人、はい、大丈夫なものですか。あ、その一応ガイドさんがツアーの中でガイドさんがいて、うん、あとはやっぱり人が多いんで、誰も もうずらっともう行列になってるんですよ。だから道が分かんなくなるとか、困ったら助け合えるみたいな形なので。そうなんですね。いや、私も一回登ってみたいんですけど、やっぱ日本人だし、うん、だけどやっぱなんだろう、この気圧の関係でなんか私5合目で頭痛くなりそうな気がする。いや、どうですか、酸素とか。高山病になります。もう頂上まで登ってもう頭痛くて辛くてもういらないんですよ。だからすぐ下山しちゃいました。もうなんか痛さが違うんでしょ、普通の痛さと。もう止まらない頭痛ですよね。そうなんだ、やっぱ弱い人はそうなんですね、うん、だちょっとずつ体を慣れさせるためにやっぱ止まりで時間かけて登った方がいいっていうのはね、うん、言われたことあるんですけどね。私なんだろう、今年考えておきます。今年最後の放送。今年でしょ。なんだろう、なんかいっぱいありすぎて、ほら事務所が変わったりとか舞台もやったりとか、うん、いろいろあったんですけどね。一番はですね、言っていいですか。はい。うちの犬が私の枕を使って寝るようになったこと。今あれ、これどうでもええニュースに変わりました。今今までなんかこうなんですか、今まで私の横とか足元とかに出たのに、もう完全に私の枕を使ってもうここで寝るんですよね。はい、はい、次のメールいきましょう。やっぱり抱負、今年のね、いろんな思い出と来年の抱負っていうのが多いですね。はい、タートルさんがいいメールくださってますよ。半田笹さん、川島ディレクターさん、メッセからの助っ人深井さん、こんばんは。今日の放送が今年最後の生放送ですね。今年1年放送ありがとうございました。この放送が好きな理由は、半田さんが自らお店に出向いて取材した田舎にはない葛飾のいろいろなお店紹介、楽しく聞かせていただきました。ありましたね、葛飾おすすめ情報。それにユーストで見た時にはカメラの距離が近く、出演者さんがアップなのが親近感もあり楽しいです。あ、今これドアップじゃないですか。ありがとうございます。放送があと来週1回残っているのですが、今年1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。来年はもっと生で視聴、番組にもっとメールを出させてもらいます。ありがとうございます。ありがたいですね。なんかジーンときますね。101回、なんかね、101回ということでね、101回目のプロポーズなんちゃらって、あ、ありましたね。101回目ということで感動的な放送を楽しみにしてます。すいません、いや、ある意味感動した回になると思いますよ。、はい、ね、
なんかあれですもん、あのお悩み言ってくれた方にね、何でしたっけ、押し倒せでしたっけ、舐めまくって、いやー難しいですよ、なんかそういうセックスレスのね問題はね、本当に本当笑い事じゃないですよ。そうですね、はい、どうしたらいいんだろう、いろんな人に聞かれるんですよね、やっぱ私、はい、なんかそういうほら性の悩みとかね、うん、結構言われるんですけどね、私が一番悩んでますよあ、うまくまとまった気がします、うんうん、はい、そういうわけで来週は今年最後ですね、12月26日金曜日18時から18時20分です。私がですね新木場でキャットファイトをしているため収録したものを流すんですけど、初代 MC の江村さん、2代目タコノシンさん、そして3代目深井さんと4人でお送りしますので、スペシャルとなっております。どうでもええスペシャル年末に最後にどうでもええスペシャル、はい、ぜひお聞きください。それでは深井さん、はい、1年間ありがとうございました。あ、いや、こちらこそ、はい、川島さんもありがとうございました。忘年会楽しんできてください。はい、それでは来週まで、またね、バイバイ、バイバイ。